とことんやりくむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新日となっております。また30回です。30回長いね。行きましょう。お、珍しいな。ここが1回か。エンチャントは、いいかな。そのまま行きます。嫌なやつ多いな。でもまあ1回だし、そんなに攻撃力がないんでまだ大丈夫だけどね。多いな。ちょっと待って待って、多い、敵が多い。敵、いや出るね、敵出るね。まだ出んの。おい、敵多すぎ。下にも結構いるじゃん。これはね、なかなか1階からひどいね。はい、1階クリア。まあまあ問題はないんだけど多すぎる。うん、これもパワーシェイカー間違いないっしょ。まあ、パワーシェイカーでいきましょう。もうまあいい感じかな。こんな感じで、冬ステージがなければ嬉しい。でも敵はあんまり多くなくていいよ。よし、クリーパーも出ないし特に問題はない。よし、終わりでしょう。2回クリア。次、あー、最近影がね、最初の方にあるよね。持っていきます。うん、結局影を持っていってボスを早く倒した方が良かったりするしね。まあまあまあ、影ものすごく優秀だからね。一応取っとこう。で、ここはクリーパーがいるわけね。 OK、 もういない。よし、矢が出てきてくれてありがたい。初見でね、矢が多めに出てくれると結構嬉しい。ああ、流れ込む魂か。いいかな。そのまま行きます。装備はまだ初期のまんま。まあ、流れ込む魂入れて回復していっても、全然ありでしたけども。まあ、いいか。よし。OK。今シーズン本当敵がね、あーもうちょっと待って、パワーシェイカー使った気でいる。でももう大丈夫。終わり。はい、4回クリアでーす。なんかいい装備ないか。お、ドラか。いや、これも間違いなくドラですよ。はいはいはい、これはもうここで戦おう。ちょっと嫌なやつだ本当に。よっしゃ、嫌なやつらだわ。よし、 OK、 終わり。まだどこ。ああ、いた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 。 OK、 影かも2回できるかなぐらい。おお、いや怒りだけども、別にエンチャントは良くないね。そのまま行きます。
で海ステージ、まあまあもう7月に入ったからね、海のステージが多めに出るんじゃない。はいはいはい、 OK。 そっち一気に倒せ。よっしゃ、ちょっと待って、息ができないよ。ナイス、やべ、俺も食らう。あぶね、あとそこでおしまい。まだか、どうだ。あ、いたいた、よし6回、今の余裕ですね。ボスは何だろうね。まあガーディアンは出てきそう。お、釣り竿がここである。これでいきます。んで、そうね、まあとりあえず追い打ちとエコーやめとこう。うん、こっちの方でいきます。鋭利で単純に火力を上げていきます。はいはいはい、いいんじゃない。ちょいちょい、やっぱ武器が変わるとね、一気に楽になるよね。いない？こっちいないね。こっちか。お前だ。よし、7回おしまい。あーん。これを取るっていうのもありだね。うん。バトルスタッフでも良さそう。あー、爆発クロスの長弾とマルチショット、これもなかなか魅力的だよ。いい、とりあえず武器があるからまだいける。様子見でいきます。でもボス戦前にはボールをね変えたい。おい、動き早っ。 OK ね。おー、よし、余裕。あーで、こぐ。うんうんうん、虚無の矢筒もあるか。ボス次第なんだよね。まあ、とりあえずこぐが間違いはないと思う。うん、どうするか。火属性を入れます。火属性と毒の雲だね。タワーでのコグはね、毒の雲がめちゃくちゃ相性いいんだわな。オッケー、いいね。よっしゃ、お、あんまり敵いない。いや、結構出るわ。よし、倒しきれはしない。終わり？まだ？こっち側にいるのか。そっか、あ、おい、当たれ。で、次が商人？どう？商人だね。あープレートにしようかな。うん、プレートにします。雪玉ついてるし、そこそこ使いやすそう。金細工か、どれあげる。うん、クレイモアじゃないんだよな。コグかな。うん、エンチャントこのままでいいとして、もうコグを上げます。90、まあまあまあいいんじゃない。何がついた。無限か、おお、悪くはない。
レースやめろよ。レースはやめてね。2体か、OK。ああ。ちょい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 。OK。ナイス。よし。うん。いいんじゃない？影の断片。そこそこ役に立ったよ。はい、11回クリア。あー、ソーブレードいいね。ソーブレード面白い。行くか。ちょっとね、ソーブレード使います。タワーでは珍しくね。衝撃波でビームダシダシいっちゃおうか。 OK、 ビームソーブレードでやっていきたいと思います。よし、待って、ちょっと待ってよ。まあまあまあ、うん、めちゃくちゃダメージあるかって言ったらちょっと怪しいとこだけど、でもそれでもまあまあ倒していける。OK、 ビームソーブレードで行こう。まだまだ火力は上がりそうですね。あれ、ちょっと待って、若干ラグが来ると弱いんだよな。いや微妙か、俺の独りよがりになってるこれ。よし、 OK、 あと1匹。12回クリア。うん、まあまあまあ、次で衝撃波3まで入れよう。3入れると多分結構火力違うんで。ほほう、ガントレットか。締め具になったら面白いね。どんぐらい火力？ 629。 わ悪くないじゃない。それをそこそこの速さで打ち込めるんで弱くはない。まだ出た、まだ出るのかい。ちょい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 、ひどいなあそこ。あ、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。行くぞ。いいね。うん、こういうね、タワーガード、ロイヤルガードとかのめんどくさい敵は倒しやすいかな。まあまあまあ、いいと思ういいと思う。おいおい、ちょっと待って、何体いたんだここは。ちょっとね、よし、もうこいつ、よし、 OK。 やっぱ釣り竿がないと若干使いにくいな。素のまんまでのレーザーはなかなか使いにくい。火力はね、そこそこあるのよ。そこそこあるけども、ちょっと熱くなるところをね、止めるのが難しいかな、若干。オッケー、そのまんま行きまーす。ここかい。よし。よし、オッケー。うまい。これいいんじゃない？待って待って。レーザーでこう、行こう。ああ、こういう時は本当戦いやすい。待て、よしよしよし、エンチャントされたあいつさえ簡単に倒していける。いいぞ。若干操作難しいけど、いいんじゃない。あとこれでおしまい。よし、14回おしまい。次いきまーす。
あんまりいい怒りじゃないね。おお、エリクサーのカバンか。悪くない。変えよう。そろそろ、ちょっとね、パワーシェイカーのダメージも、追いついてきてなかったんで。オッケー、これでいこう。待て。ギリギリでね、止めるっていうのがなかなか、難しいんだわな。当たってない、当たってない。よし。ちょっとしっかりと。おいって。お前来るんかい。待て待て待て。ちょっと待って、弓俺全然使ってなかったわ。オッケーオッケー。いいんじゃない？ちょっと待って、嫌なやつがいる。終わり。よし、はい、15回クリアで、雷の杖ありか。でもね、下はもう変えたくはないんだよね。うん、下変えたくない。このままいきます。次でユニークの商人が来てくれることを祈る。うん、あれが来てくれれば、だいぶ変わるはず。オッケー。これパワーポーションで、この衝撃波のね、ダメージも変わればいいんだけども、変わんないのよね。衝撃波のダメージは、もう一定なんだわな。オッケーオッケー、いいんじゃない。でもちょっと慣れてきた、若干慣れてきたよ。なんかいる。あぶねえ。よっしゃ、いけい。この弓と衝撃波レーザーをうまいこと使っていければ全然いけるわ。よし、ナイス。終わり。よし、16回クリア。キノコありか。でもまあソーブレードだったら意味ないし、まあ、最後まで使うか分かんないけどね。なしでいきます。まあ、雪玉がついてるんで、ある程度のことがない限り暴走はやられないよ。あ、これむしろ凍結を食らってた方が使いやすいかも。うん、攻撃速度がそれぐらい遅い方が衝撃波は使いやすいかもね。 OK、 いいんじゃない。おい、やっぱ近距離で当てると結構なダメージ。よし、コグもいいダメージ出るよ。よっしゃ、よし。あれ、こっちにまだいた。勘弁してよ。いや、まだ下にもいるわ。敵多い。んで、ここの報酬は、お、エンチャンターの書か。崩壊員ね。でもエンチャントはあんま良くない。まあまあ、そのまま行きますか。で、18回、19回が商人。あ、商人だ、やった。しゃで、商人でユニークだったら嬉しい。どうだろう。あーでもねー、フルメタルにするつもりなんだけども、どうだろうね。フルメタル向いてるかな。あ、向いてるっていうか、この後もずっと使っていけるぐらいかな。他にいいやつが出てきてくれたら、まあ嬉しくもあり、ちょっ
悲しくもありだな。よし、終わり。はい、18回クリアです。いや、いい、そのまんま行きましょう。若干火力が微妙だな。あ、ユニークオン、オッケーオッケー。ならもう間違いなくこっちだな。ソーブレードと影の断片が相性はそんな良くないんだよね。一発一発がダメージ低いんで相性そんなに良くないんだ。まあ一応ダメージを上げるために、そうね、これかな。ういえー、来たー。ここはちょっと相性が悪いなー。これソーブレード良くなかったー。まあ一応火力は上げていきましょう。うん、行くぞ。待って、食ってけ。いきます。まあ、いいんじゃないいいんじゃないの。今のはトゲを食らわなかったからよかったけど、食らったらちょっとやだな。ちょいナイス、おいで。うおー、あああー、もう一気に攻めれたと思ったけども全然違ったわ。もう最後の最後に熱くなってもう止まってた。それに気づかない俺も俺だ。おー、いい演者だけども、まあいりませんね。で21回、まあ、今のところまあそこそこいい感じだと思います。うん、まあまあガーディアンは若干ね面倒くさい敵ではあるけど、おい、いいんじゃない。これで倒そう。おい、やべえ、お前らしかいないんかい。オッケー、危ない。こういう時に役に立つんだよね。オッケー、いいよ、一気に攻めれてる、一気に。よし、オッケー、いけ。よし、21回ちょっと癖の強い敵ばっかりだけども、ここはソーブレードが役に立った。愛のメダル欲しいね。森の矢筒も欲しいけども、もう完成してるんだよな。下完成してんのよ。だからもうこのままいきます。あとはもう武器変えるだけでいい。武器変えるだけでもう完成だ。よし、オッケー。この熱くなるタイミングがやっぱり機械化ソーブレードよりも短いところがな、ちょっと熱くなるタイミングが難しい。いけ、オッケー。もうボタン連打して出していった方が早いか。いやいや、そんなことない。よし、いくなり。終わりかな、これで。よっしゃ、終わり。20回クリア。もうそろそろ武器出ていいよ。でもグレイブじゃない、もう変えていってもいいけどね。なんかここ最近続くよね。最近なんかこんなの続くわな。
よし。あー、なんかコンプロスボももうパワー不足だ。確かにこれエンチャントすごい強いけども、ちょっとパワー不足で使いにくくなってる。オーケーゲイ。もう武器がもう両方ともパワー不足。よし、あ、オッケー、もうちょい。終わり、これで終わりか。はい、23回おしまい。あー遅いよ遅い。虚無付きの怒りが出るタイミングが遅い。うん、これいらないなぁ。でも武器ももう変えたいよ。ちょっとここ変じゃない？おう、ここの窓がなんか、普通の空になってる。え、昔からこんなんだったっけ？あそこだけなんか変だ。じゃ。いやぁ、火力ねぇ。もう火力がない。よし、オッケー。ちょっと待て待て、お前らを倒さんと。まずどうにもならんわ。いや、火力ない。あー、ミスった。2発食らうし、もう勘弁して。よし、もうよし、倒しきれない。もう、あ、でもね、こういう時はね、影の断片がものすげえ役に立つのよね。やばいやばいやばい、あぶね。影の断片もいいけども、意外と待ち時間もある。いや、もうほんと火力がないよ。うん、もう近接で殴れば、もう密着してね、殴れば強いけども、それ以外がもうダメだ。おいおいおい、ちょっと勘弁して。武器が最後の最後に全く出なくなってきてる。いやー、勘弁してください。うん、近くでね、衝撃波と一緒に殴れば全然ダメージはあるんだけども、もうそれ以外がダメだ。もう火力がなさすぎて弱い。よし、オッケー、危ねえ。もうちょっとやめてくれ。もうちょっと待って待って待って、まだ。これ総武営のちょっと失敗した、本当に失敗した。うん、これ絶対別の武器の方がいいわ。よし、終わり。まだいるんかい。終わりか。よし、はい、次行きましょう。またエリクサーのカバンだよ、傭兵。あー、クレームを変えようかね。うん、が間違いないっすわ。じゃないともう敵が倒せない。でもエンチャントがね、全く良くないのよ。全く良くない。兄弟入れとくね。強打を三入れとけ。もう特化武器だ。ゾンビ系出てきたらもうワンパンで倒していける、そんな感じで。ボスもゾンビ系だったら嬉しいね。
むちゃくちゃ効くよ。 OK いいんじゃないですか。よし、OK。でまた変なクレームあったね。これもエンチャントが尖りすぎてる。もうこれはフルメタルを最終的には上げたがいいね。まあいいのがなければ OK。 おしまいかなこれで。よし終わり。あー強いけども、いやー違うんだよな。でもこぐよりはマシか。うん、こぐよりは火力は出しやすい。これでいきます。この武器やっぱいただけないな、あんまり。で、矢は390本。まあこれだけあれば、こと足りるでしょう。オッケーオッケーオッケー。全然火力ある。素晴らしい。よし。いいんじゃない?砲弾もすっげえ発動するし。ちょっと待って。オッケー。しゃあいいね、小ダメージだ。あ、そうか、あいつもゾンビ系か。はいはいはい、いいんじゃないですか。倒した、こっち側全部倒したね。 OK。 うんうん、これもう乱射のクロスボウ大当たり、めちゃくちゃ効く。いらん。ああああ、虚無剣もまあ良さそうだけど、いいさ。うん、次29体が商人の30回ボスね。いこう。いや今回も時間はかかる。30分コースだ。また30分コースですよ。よっしゃ、いいね、いいんじゃない。よし、あと1個もういないね。敵いないな。 OK。いるね、上には結構。よし、ほほー、ラビちゃんがいたか。でも今の火力だったら全然余裕。最後の最後全然よくねえわ。ああ、そんまま地雷もいいね。いきます、ボス次第。テンペストゴーレムやめて、さすがにもう来ないっしょ。最近出すぎだもん、あいつら。あいつらって、うん、あいつはもう本当に最近出すぎだからもう出なくていい。よし、 OK。 何が来るだろうね。エンチャントも別にもう入れることもないけども、こんな感じでいっか。これちょっとエンチャントじゃないや、装備選びをしっかりしていこう。攻略でさ。おっと、おーし、あぶね。はい、終わり。どこいる、こういう時出てこんのよね、あいつ。ちょっと待って、終わり。まあ、うん、
余裕ですね。そうね、ちょっと装備をしっかり選んでいけば30分以内でもいけるかな。冬の指先、マウラーズ、ホークか。おー、使える、使えるけどマウラーズじゃない。あ、最強のホークブランドできる。おー、これいい、良くない、良くない、調子いいぞ。こっちは、あ、爆発ついてる、ショックウェーブもついてる。なんだ、リフレッシュ来るなよ。あー、これは良くない。まあ持ってるけどな、マウラーズにするか。はい、ということで今日は初見攻略でした。今シーズンまあ、若干長いけども難易度は低いですね。なのでできるだけ後半ぐらいでクリアできるように頑張ってみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。